この度お店の方に失礼な発言行動をしてしまい申し訳ありませんでした。お店の方にはすぐ電話で謝罪させていただきました。その動画を見た皆様にも不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。今回の件に関しましては妹が 100% 悪いので、これから直接お店の方に謝りに行こうと思ってます。お店に迷惑を一番かけちゃったので、お店を盛り上げたいっていうことで相談したところ、お店が空いてる時間がオープンから1時間ぐらいなんですね。なのでそこの時間で1時間働かせていただくことになりました。そして妹が謝罪したツイートに対して、これは動画にするなよっていうことがあったと思うんですけど、動画にすることによってお店を盛り上げたいということで、店長さんと相談しました。ということで新小岩のドル箱さんにこれから直接謝りに行っていこうと思います。はい、ということでですね、新小岩のドル箱さんに来ました。はい、で今回なんですけど、やっぱりお店にたくさん迷惑をかけてしまったので、空いてる夕方の時間をなんとか盛り上げられないかということで、店長さんとお話しさせていただいて、全然エンタメにしてくださいって言っていただいたので、これから僕たち働くので、はい、ちょっとまず掃除とか、はい、そういうところから手伝って、はい、ちょっとお客さんを盛り上げれればなと思います、はい、ということで、ちょっと最初前半は暗い感じになってたと思うんですけど、こっからは店を盛り上げなきゃいけないので、はい、ちょっと明るい、はい、あやも笑顔になります。そして僕も笑顔になります、はい、そして店長さんも笑顔になります。そしてお客さん全員笑顔にします、はい、ということでここから早速もう16時からもう予約がもうパンパンに埋まってるらしいので、はい、早速何からすればいいですか。掃除しよう。掃除しよう。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドル箱の店内がこんな感じです。じゃーん。で、ありがたいことに、全部予約でもう席も作ってます、はい、で、外にも席を作ってます。はい、こちらがドル箱さんの外観になります。あや、笑って。あ、笑ってる笑ってる、よかったよかったよかった。ということで、早速働いていこう。はい、じゃあちょっともう一番掃除したくないであろうトイレから、あやトイレしなさい。はい、あ、おしぼりと手袋。あー、はいはいはい。でも磨けお前は。バカの妹お前。磨きます、全力で。まあそこも大事だけど、うん、そこは正直もうほぼ上がってる状態じゃん、うん、トイレって。だからここだね、ここ、うん、しっかり。やっぱ土日ってさ、うん、いっぱいおしっこすんじゃん。関係ねえよ、みんなお酒飲むから。はい、じゃあ上げて、そこの裏も。裏めちゃめちゃ綺麗なんだけど。マジで綺麗だわ。めっちゃ綺麗じゃない。はい、中の縁も拭こう。中もこれいいのかな、これで。大丈夫大丈夫。店長さん、はい、トイレ掃除終わりました。ありがとうございます。次、何すればよろしいでしょうか。はい、ここのバカ妹は何をすればいいでしょうか。町町だ、もう。やれることやろう、あや。町やれること何があるか。掃除する。掃除しよう。あ、それかもう前のお客さん入れちゃっていいっすよ。もう入れてもいいっすよね。はい、一応昨日のうちも掃除とかも全部終わってるんで。あ、そうですね。とりあえず2名は2名席、はい、4名は4名席、はい、形でお願いします。わかりました。え、これ何番とか決まってるんですか。どこが何番で。なんとなく。なんとなく関連。それは後で教えてもらおう。一旦お客さん入れないと。掛け声とかここの特には、自分たちの動き見ていただければ。全然その時に一緒に声出してくれます。あ、わかりました。全力で出します。お前一番出せよ。はい、あとジーマ売りましょう。ジーマ、ジーマ一番うちタレはいいお酒なんで。ジーマ、ジーマな。ジーマいかがですかな。ジーマいかがですか。じゃあ一回やろう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。お飲み物は何にされますか。お飲み物は何にされますか。こちらお通しになります。こちらお通しになります。こちらポテトです。こちらポテトです。オッケー。お願いします。お願いします。めっちゃ似合うっしょ、俺なんて。似合う、めっちゃ似合う。めちゃめちゃ似合うっしょ。いらっしゃいませ。何名様で。4名様、4名様こちらです。うわ、めちゃくちゃうまい。もうバイトしてたからね、居酒屋の俺。じゃあちょっと早速お客さん呼び込もうか。はい、予約されてる方はお名前とか。二川さん。はい、二川さん入ります。二川さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何にしますか。カルピスで。カルピス、はい、ジャスミンじゃない。松田様ご来店です。おしゃれ。おしゃれ。お客様に
2名まず何番目2名こちらでいらっしゃいませ。飲み物は何をしますか。飲み物をはい、お酒飲む。大丈夫です。お酒飲めるお客様来ました。カルピスウーロン茶ジャスミン。お待たせしました。やった、ありがとうございます。ジンジャー、ジャスミン、ジャスミンとカルピスとウーロン茶です。オッケー。キュウリレモンサワーです。すいません、お願いします。なんか飲みます。あ、逆に何か飲みますか。私なんかお水で大丈夫です。お水で、ね、その妹なんかお水で大丈夫です。お水で、本当に。お兄さんの方は、僕はビールを。ビールを。はい。ちゃんと持ってるんだ。はい、すいません。ありがとうございます。頑張って。じゃあ、それぞれみんなと乾杯していこう。やばい。おそ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 新恋はあるある、知り合いと電話つなげだ。これもうあるある。あ、お久しぶりです。お待たせしました。キュウリのお店です。はい、飲み物とかって決まってらっしゃいますか。決まってらっしゃいますか。もっとガツガツいけよ。もっとガツガツいけよ。生一つ。あらばいっちょジーマ、ジーマ、ジーマがおすすめらしいんですけど。生で大丈夫。あ、生で、はい。負けんな、負けんな、負けんな。もう一回ジーマ、プッシュしろ。はい、はい。もう一回ジーマ。ジーマがすごい。じゃあジーマで。あー、ジーマ入りました。生キャンセルでジーマ入りました。どこから来たの。文京区から来ました。文京区、みんな、はい、練馬区と文京区。あ、頼んだ。ちょっと名前も欲しいかも。あ、あ、アカウント見せていただければ。ね、絶対わかる。めちゃくちゃ見てんだから。あと、で、あのココちゃん、ウーロン茶。うん。あ、そうなの。ありがとう。何にしますか。カルピス。ソーダじゃなくていいの。カルピスソーダ。ごめんなさい。お水1番です。はい。ユーマは。ユーマ。パインジュース。パインジュース。モザ。そう、カルピス。カルピス。パインジュース2個。絶対わかる。めちゃくちゃ以上、はい、どこから来てるの。ありがとうございます。渡されたのはあのバチェラー JP に出たニカちゃん。ニカちゃん、ニカちゃんが多分知り合いの方で、わさめん JP です。ニカちゃん変わってねえな。待って待って、ウーランチャーになります。はい、乾杯、乾杯、乾杯しようか。すいません、乾杯したい。じゃあ、全部よろしいでしょうか。だからね、ちょっとお子様もいるので、ちょっと静かな声で。怖かった、怖かった。そうですよね。乾杯、乾杯、おっぱい、チェリーパイ、金玉、ほっぽり。ありがとうございます。ありがとう。では、乾杯。ヒカキンさんとか好き？来てるねんの。ブンブンってやってんじゃん。授業中の寝方です。これが授業中の寝方です。ハマチコチャンネルって言ってる。ハマチコチャンネル。ハマチコチャンネル。子育て系。子育て系が好きなんだ。もうママになりたいんだ。子育ての勉強ね、大事、超大事。はい、そして850円の次です。ありがとうございました。お前店のストーンまで送るぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お箸をちょっと1膳もらってもいいですか。あ、じゃあそちらに。生ビール鳥皮せんべい。生ビール一丁で。俺はもう生ビール作れますからね。黒霧の水割り入りました。ありがとうございます。ポテトです。ありがとうございます。わーい、かわいい。で、今じゃんけんかな。一人盛り合わせ。塩で。超二十歳になられたお客様もあるね。生ビール生二つ。ジーマがやっぱおすすめなんですね。ジーマは大丈夫みたいな。生ビールのしかない。あ、行くしかないですよね。ジーマ2つで。ありがとうございます。お待たせしました、ジーマになります。じゃあちょっと誕生日、誕生日、おめでとう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 、
じゃあちょっと、トークタイム行く？あ、大丈夫、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。じゃあどこから来てくれたんですか？六本木で、はい、キャバクラで。僕の知り合いではないですよね。いやじゃあ最近ちょっと飲み行けてなくて僕なんですけど、わざわざじゃあそっちの方から来てみたんですか？そう、起きてすぐ。ありがとうございます。ありがとうございます。港区から来てるからテキーラとかめちゃめちゃ飲めると思うから、グラス空いてたらめっちゃ席煽って大丈夫。コールして、すれば飲める。飲めないよ。軽く乾杯ぐらいならみたいな。最近薬にもしてあげてないの。指名の子じゃないの。指名の子がわざと来たみたいな感じじゃない？ここです。ありがとうございます。ありがとうございます。フライドポテト一つと、あ、俺ナスの唐揚げ一つ、もやしナムル一つ、以上ですね。はい、ありがとうございます。灰皿ってもらえる？あ、灰皿。ありがとうございます。お待たせしました、レモンサワーです。ジーマとトラベルお願いします。おーい、お待たせしました、ジーマと。おはようございます。おはようございます。おはよう。卵のプレーンと鶏皮せんべいお願いします。卵と鶏皮せんべい。ポテトたたき、きゅうり、串盛り、塩入ります。すいません、お疲れ様。4500円。見てこの手際、すごくない？ありがとうございます。あ、ここでお願いします。ご審議2名様ご来店です。すいません。イエーイ。ただ働いて喋るのよ。軟骨です。ありがとうございます。ご審議4名様ご来店です。奥の席で、奥の席でお願いします。ありがとうございます。乾杯。よ、あ、はい、2つ。お待たせしました、たたききゅうりです。飲み物飲みますか？じゃあ、緑茶杯一つお願いします。緑茶杯、はい。あ、ありがとうございます。3番さんジーマ一つと、ちょっとウーロンハイ。お待たせしました。生のハイボール入ります。もうこれ、もう動画じゃなくなってるよこれ。もう後半もう本当にハイ2人じゃん。7は、ここだ。僕、違うところ仕事があるんで、あ、今日はここで、うわー、すみません。ここから綾瀬まで行かないと。ありがとうございます。またお願いします。イケメンなんで来てください。ほぼウエンツです。いやいや、めっちゃイケメンなんだけど。こう見えてもう32。はい、ただいま。自分でこう見えてて言わないですか？すみません、またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。やば。昔のあやもこの髪型してた。じゃあ、この方にも。あ、すみません、わざわざありがとうございます。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。あれやりたいです。乾杯おっぱい。乾杯おっぱい。いいですか？はい、いきます。はい、乾杯おっぱい。ジェリバギンドマホイ。おいくつなんですか？21で。21。はい、2個下。2個下。マグロ2個下。4ヶ月しか回らない。お願いします。ビール、サワー、食べ物大丈夫ですか？お任せ、お腹減ってます。つまみ程度。オッケー、すみません、生のレモンサワーです。ありがとうございます。え、YouTuber？ そうです、やってます。何をやってる YouTuber？ スポーツ系の YouTuber。 スポーツあるある。スクワットとかとコラボして。あー、なるほどなるほど。TikTok頑張ろうね。頑張って、もう俺らも落ちないように頑張るから。頑張りましょう。頑張ろう。ありがとうございます。あの、個人 TikTok のあの、タンタンぐらいから見てますよ。あれ見てる人が流れてくるだけでしょ。いやいや、見てる人がタンタンを見てる人が流れて
めっちゃ見てました俺も。え、普段もですか？ YouTube だけ？そうです。YouTube で生活してる？そうです。じゃ全然 YouTuber よ。全然もう本当地元ここで、うん、もうそこら辺のグラウンドでいつも野球とか撮影してるんですけど。そうなんですか。え、メンバーは2人？あ、いや、4人です。何て名前だっけ？エンドレスっていう名前です。エンドレスです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に尺も2秒とか。あ、もう全然全然いいっす。梅干しさま。梅干しさま、はい、はい、あ、はい、ちょっと一旦ここの皆さんで写真撮ります。写れる方はちょっとここで、写れない方は逆に隠しちゃってください。3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございました。本当にここのお店にこのバカ妹が迷惑をかけてしまったので、進行や盛り上げようかなということで1時間働かせていただきました。今日はこれにて、僕たちのバイトを、バイト上がろうか、上がります。バイトちょっと上がらせてもらいます。お疲れ様でした。そして、まあ、働かせていただいたね、店長さん、本当ご迷惑かけたので本当ありがとうございました。はい、ということで、はい、こんな感じでバカ妹が迷惑かけたお店で、1時間バイトして盛り上げてみました。まあ、これやったからってあやがやったことがね、うん、そのじゃあもう許されるとかじゃないんだけど、はい、まあその誰にも間違いはあるから、以後気をつけます。はい、以後僕も気をつけさせるので、はい、今後も仲間ちくわで応援よろしくお願いします。この拍手外れる。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断でさえお願いします。じゃあね。Yeah. I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기. Her brain fried. My lady popping zany, other lady popping molly. Why she waiting on me? 여기 나의 area, 여기 my area. 今回バイト企画で人が集まりすぎた件に関しまして、僕がすべて企画を考えました。なので筋として僕一人で謝らせてください。まず妹の発言に関しましては、妹が 100% 悪いです。申し訳なかったです。すぐに店に直接電話させていただいて、謝罪をしました。撮影前にもしっかりと謝罪をさせていただきました。ドル箱さんというお店は、僕が二十歳の頃からずっとお世話になってるお店で、プライベートですごく通ってたお店だったので、妹がすごく失礼な発言をしてしまったので、謝罪だけではなく、何かドル箱さんに協力できないかということで、店長さんに相談させていただき、今回の企画が決まりました。店長さんと、企画を決めたのも僕で、すべて僕が今回の動画は考えました。妹に反対もされたんですけど、今回この企画をしたいって僕が独断で行いました。今回のバイト企画で人が集まりすぎないように、スタッフの方々や、マネージャー陣と相談して配慮をしたのですが、配慮しきれない部分があり、人が集まってしまいました。それに関して僕から謝罪させてください。申し訳ありませんでした。ドル箱さんめちゃくちゃ楽しい店なので、ぜひ行ってみてください。お願いします。そして今回の件でたくさんの人に迷惑かけて、たくさんの人に心配していただきました。とても反省してます。これからも兄弟で頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。